はいどうも、おはこんばんにちは、みこチャンネルのみこです。今日はですね、商品提供いただいたのでレビューしていきたいと思います。今日ね、商品提供いただいたのが K ブランドカーシャンプーと光沢剤、そして簡易コーティングクリスタルコート、そしてドライタオル、どれもね K ブランドというところの商品になります。商品提供ねいただきましたということで、忖度なしにいろいろ行ってみたいなと思います。どれもね見た感じ良さそうな、感じなんですけども、まあ、シャンプーのねこのデザインね、これがね新しいデザインになるようです。今までのねこれ旧タイプのデザインのようで、順次このラベルの方に切り替わっていくそうです。じゃあ順を追ってね一つずつ使っていきながら紹介ねこうしていきたいと思いますので、早速外に行って車を洗うことにしましょう。それでは行きましょう。はい、それではね今からこのラパンの方洗っていくんですけれども、ホコリ汚れとかだけ落としていきたいと思います。で前回ねボンネットの方にアンサーさんのこちらセラミックフィルムライト、これをね施工したんですけども、それからね約1週間ぐらい立ちました。あれから初めて洗っていく感じなんですけども、はい、窓はね長良洗車の撥水剤ね、長良洗車さんの撥水剤使ってます。でこういう感じでまずざっと汚れだけ流していきます。シャワーの方でもね十分いいかなと思います。ジェットにしなくてもいいかな。で一気にね全部やるんじゃなくて、ちょっとここまで洗おうっていうところで一旦止めて洗っていきます。では K ブランドのシャンプー使っていきます。6リッターぐらい入る普通のねバケツに作っていきます。希釈的にはね100倍希釈ということで中性のシャンプーになります。で1リットルぐらいねこう先に溜めておくといいかなと思います。はい、今ね50ミリぐらい入れました。5リッター分ぐらいちょっと作っていこうと思います。結構泡立ちいいっすね。うん、泡立ちは全然良い感じです。で今日はねこんな感じのアマゾンで売ってるミット使っていきます。マイクロファイバーで使いやすいですね。ちょっと入れてみます。あ、結構ねすごいね、あわあわ、こんな感じやばい。濡らして汚れをね落としたところを洗っていきます。まあ、このシャンプーのね特徴としましては、こうねいらない膜を一層こうクッと洗ってくれる、そんなシャンプーになってます。はい、それではね洗っていきましょう。汚れはねそんなにびっくりするほど汚れてはないんですけども、はい、ちょっとボンネットの方滑りはかなりいいです。いいシャンプー。あとなんかねうっすらね甘い匂いがします。桃とかなんかそういう系、非常に滑りも良く潤滑性っていうのかな、洗いやすい。でも中性なんでね、コーティングしてやっても問題ないかなと思います。こんな感じでボンネットの方を洗っていって、まあ、サイド面もね少し洗っていきます。そんなにねゴシゴシ擦る必要はないかなと思います。滑ってくれるので、その滑りに任せて滑らしていけばおのずとこう綺麗にね洗えるのかなと思います。うん、このシャンプー結構使いやすいわ。あとミットにね乗せることで結構ねギュッギュッとこう揉めばねさらに泡立ちます。ところカーシャンプーで求めるところ泡切れなんですね。ちょっと流していきます。あ、結構ねスッとここまで悪いところがねないので、なんかいいレビューしかしてないな。なんか悪いとこ探すんだけどないな。これ洗浄力と泡切れ、泡立ち感、潤滑性、どれも優れている、カーシャンプーかな。まあ、100分の1っていう希釈がねもうちょっと細かくできれば、コスパ的にはいいのかなと思うんですけれども、そこだけですかね。といった感じでちょっとね全体的に洗っていきます。
滑りすぎてちょっとねしっかりとミットを持っていないとちょっと落としちゃうようなそんな感じ。結構ね下回りにこびりついた汚れなんかもね落ちますね。はい、車ってねこの辺ねすごく汚れるんですけど、これねもうここら辺水かけてもね落ちない汚れなんですけど、中性のねシャンプーってねそんなに洗浄力が高いって思えなくて、どうしてもねアルカリ性とかのシャンプーにね頼っちゃうわけなんですけれども、このシャンプー結構ね汚れ落ちも良くて洗浄力も高いっていうか、軽く全くね落ちない程度にね支えて動かしてるだけなんですけど、汚れの方がはい、まあ、こすってないです全く。ミットを持ってこんな感じでミットがね落ちないように支えているだけです。なんですがこうね汚れの方がね落ちちゃうのね。久しぶりにいいシャンプーに出会った気がしますね。これゼウスとかもねいいんですけども、なかなか買えなくてね、いいシャンプー争奪戦がすごくて、はい、簡単にね汚れの方は落ちていきます。本当に中性洗剤でここまで落ちやすか。カーシャンプーの方が終わってものすごくねこのカーシャンプーで綺麗になりました。正直ここまですごいのかなと思ったんですけれども、次にね、この光沢剤という何とも分かりやすいネーミングのコーティング、これをねやっていきます。でこれはね150倍に希釈してマイクロファイバーとかに、まあ、つけてってそのまま流すっていう感じですね。簡単な簡易コーティングになります。 15ml の光沢剤をバケツに入れて1リットルの水で割っていきます。あんまり濃くなりすぎるとこうシミになったりねするらしいので、150っていう希釈はね守った方がいいです。で今回ね私、はい、コメリのねマイクロファイバークロス50倍入りのを買ってるんですけども、これでやっていきます。この中に入れて混ぜ混ぜして、今のね撥水状態結構ねバチバチだな、わかるかなこれ違い。前の方だけ施工していきたいと思います。こんな感じで、この中ね塗ったらこう膜が張るかのように水が裂けていきますね。でこの樹脂部分とかも使えるのでガラスにもいけるので、もうどこにでも施工できます。そういうとこねいいですよね、どこにでも施工できるっていうのは本当に最強。はい、でこれ自体もね結構なんかいい匂いするんで、それも加点かな。では流していきます。はあ、ちょっとね疎水な感じになるんだね。でここはもう乾いちゃってる感じ。まあ実際の雨でこういう風にはならないと思うけど、吹き上げの時にこういう技を使えば吹き上げの時間ってものすごくね短縮されるかなと思います。向こうの方は結構バチバチの撥水で残っていくので、ちょっと撥水だけど、うん、こっちほどまとまってね落ちていかない、そんな感じ。これまとまって落ちていくので本当にこの辺もほぼほぼ乾いてます。ちょっとドア1枚やってガラスの方もねやっていきましょうか、せっかくなんで。ガラスはね今バチバチの撥水してるんですけども、このガラスとかねなんて言うんだろう、こういうモール部分のゴムとかそういうとこもいけるのでかなりいいかな。はい、ガラスの方の撥水、あ、これもすごいね。もともとすごかったけど、このゴムのとこの光沢なんかは明らかに濃くなってる。これ施工前のモールのゴムの部分なんですけどね、
こっちが今施工した後のモール部分。なんか光沢がこっちの方が出てる感じがします。はい、それではね、ちょっと前のボンネット以外を今光沢剤塗って仕上げていきたいと思います。はい、それでは光沢剤の方やり終えました。ちょっとね、今から水の方をこのシャワーモードにして流していくことで、ほとんどねこういう感じで水残りにしていかない感じなんですね。ほら、はい、吹き上げがかなりね楽になるので、これはおすすめ。はい、それではね、水滴の方を拭いていきます。 K ブランドのこちらドライタオル、両面ツイストのねパイル生地になってて、これは吸水素で乗せていきます。引きます。はい、乗せます。引きます。はい、もう拭き取れてる。はい、サイド面も。はい、もう拭き取れてる。乗せて引く、乗せて引く。もうこれでね、ルーフの拭き上げなんかも何十秒かで終わっちゃうんじゃない、これ。洗車で一番嫌なのは拭き上げってね、皆さん口を揃えて言うんですけれども、こういうアイテムね、一つ持ってたら本当楽しくなりますよ。やっぱりね、嫌なことを楽しくしちゃうってのは、楽しく継続させるためにものすごく必要で、はい、拭き上げ、こんなにサクッと終わると絶対洗車楽だし楽しくなります。さあ、逆も拭き上げ、もうこんな感じで拭いたら車全体、まあこれはねラパン K なんですけど、あの本気でやれば2分ぐらいで拭き上げ終わっちゃうんじゃない。これは拭いてて分かるんだけど、ツヤ感すごくない？光沢感っていうのかな、えらい高い気がするんだけど。でドアのね中とか拭くときはドライタオル使わないようにして、なんか別のねタオルでやってください。で下回りでちょっと地面に触れそうだなって思う時も、あんまりね攻めすぎず、最近思うようになりました、こういうタオルね絞らない方がいいと思います。そのまま干す。で1枚でね全てを終わらそうとしないで、もしこういう色のちっちゃいのがあるんだったらもう1枚使っていくとか、別のマイクロファイバーも使いながら拭いていくといいかなと思います。はい、走行行けるうちに拭き上げ終了です。はい、最後はねクリスタルコートいきます。濡れている状態では施工できないので、必ずボディ乾かして行います。でマイクロファイバーは何でも構いません。僕はいつものコストコのやつでいきます。でしっかりねよく振ってマイクロファイバー面もしくはボディ面にプッシュ。僕はここのマイクロファイバーに4プッシュぐらいして、でこう吸い込んでいくように軽くね、あくまでも軽くこう塗り込んでいきます。でこれねガラス面にはね使えないので、風強い日なんかはスプレーがちょっと他のところにね行っちゃう可能性があるので、その辺はちょっと気をつけた方がいいかもしれない。今ね半分だけ真ん中から左の方半分だけやっていきました。はい、見た目のツヤ感上がってるんだろうけどね、正直目視で分かるほどではないのかなと思います。でスリック感は明らかに違います。で場合によってちょっとね色の濃い車なんかはムラになる可能性もあるので、わからない場所でテストしてからやった方がいいかもしれない。すごい手触り、かなりねツヤ感が
上がりましたね。これ何入ってんだろう、これシリコンオイル、シリコン樹脂、ツヤ感が増しますね。で樹脂の方のツヤ感っていうのかな、それもすごい上がるので、この K ブランドの商品もね、前々からね気にはなってたんですけど、タイミングが合わなくて購入できなかったところ、こういう風にね商品レビュー、そういうので使えさせていただきました。本当にね K ブランドの方に感謝で、で撥水もねすごそうなんですけど、撥水をね1日待った方がいいということで、1日待ってちょっと撥水の方も見ていきたいかなと思います。レビュー動画としては辛口コメントを言うところが一つもなく、まああとは金額的なところでね、いかに楽しめるか、安くてもいいんですけど、いかにね楽しみながらこう洗車をするってことが大事だと思うんでね、こんな感じで今日はラパンの方めっちゃ綺麗になりました。はい、ということで今日はねこの K ブランドの商品ね使って洗車の方をしていったわけなんですけれども、まずね K ブランドのカーシャンプー、これめっちゃおすすめします。中性なんですけれども、すごく洗浄力があって洗いやすい、そして潤滑性もいいということで、これはかなりねおすすめできます。金額がね2800円ぐらいじゃなかったかなと思うんですけれども、これがもうちょっと濃縮できるタイプがあればもう完璧かなと。で光沢剤はね時短で洗車したくて、それでも光沢とかまあ弾きとか出したいなっていう方にはすごくおすすめ、洗車に時間が取れないっていう人はもうこの2つ、シャンプーと光沢剤、これでもう完璧かなと思います。こだわりの仕上がりになるかなと思います。でさらにね追求した仕上がりをしていきたいっていう人はこの K ブランドのクリスタルコート、ボディがね乾いていなきゃいけないっていう乾式施工ではあるんですけれども、使った時の触り心地、スリック感っていうのは本当にびっくりします。で弾きの方はねまだちょっと見ていないんですけれども、おそらく結構すごいんだろうなと、光沢とかツヤ感にね割り振ったっていうようなね、そういうコーティングなのかなと思います。でこういうねエマのクリスタルコートをカーシャンプーの上に施工して、また次の洗車の時にはその上に光沢剤というような重ね技もできるので、その辺の組み合わせをするならこのカーシャンプー、そして光沢剤、クリスタルコート3つね購入されてもいいかなと思います。僕ね自信持っておすすめできる商品です。はい、でこのカーシャンプー、そして光沢剤、クリスタルコートなんですけども、ストアーズの方で販売されてます。まあ、僕個人としてはこういういい商品っていうのはいろんな人にね知ってほしいんですけども、逆にね売れすぎてね教えたくないっていう感じの商品かなって思います。はい、ということで今回ね、K ブランドの方に提供していただきましたこの商品を使って洗車の方をしていったんですけども、本当にバーチクソ綺麗になりましたんで、あとはね、まあ、これがどれぐらい汚れないとか、まあ、そういうことは、ちょっと見ていきたいかなと思います。はい、ということで今日は K ブランドのカーシャンプー、そして光沢剤、そしてクリスタルコート、まあ、ちょっと今乾かしてるんですけども、ドライタオル、あれもすごくね大きさも良かったですし、両面パイプになってるんで使いやすかったんで、ぜひね概要欄の方にストアーズ貼っておきますので、そこからもチェックしてみてください。それでは楽しい洗車ライフを送りましょう。さようなら。